あ、そうなんです。忘れられない、そういうことですね。でやっぱり毎日毎月毎月11日節目節目にやっぱりこう亡くなった人のことを思い浮かぶっていうのが現状ですね。あの生きる、生きるっていうのの生きるを書いて、理由はその震災で亡くなられた人たちが何もしてないのに死んじゃった人たちとかもいますし、だから生きてるだけ幸せって考える考え方もあるし、生きるっていうのがやっぱり人生なんだなって思ったんで生きると書きました。黙祷。